津賀静子は日本の女優、元子役である。新漢字表記、津賀静子、本名、砂が静子。1912年5月18日、東京府東京市本郷区駒込坂下町に生まれる。父は俳優の津賀誠治、弟は後に子役となる津賀和氏である。幼少時から津賀誠治と共に映画や舞台に子役として出演した。 1923年9月1日に起きた関東大震災のため関西に移り、1924年には牧野正造率いる牧野映画製作所の当事院、撮影所に入社した。同社は1924年7月に東亜キネマに九州合併され、同撮影所は東亜キネマ当事院撮影所となり、津川、東亜キネマの紅葉撮影所に移動した。 1925年6月には、牧野が再度独立、お室撮影賞を開い満万14歳となった1926年6月18日に、公開された、祇園城は春雨草子、千代香織の牧で主演を果たす。1929年7月25日、牧野正像が亡くなり、同年9月に、牧野正広を核とした、新体制が発表になると、津川、 牧野智子、松浦月江、岡島松也子、大林梅子、桜木梅子、幾野初子、川上君恵、美穂松子、泉清子らと共に俳優部女優に名を連ねた。その後、身体成果の牧野プロダクションは財政が悪化し、1931年3月27日に公開された塩原助けを最後に退社している。同年、 東勝映画に入社したが、同社は同年10月に解散している。同年、高村摩擦倉による宝塚記念魔工業に移籍したが、同社も解散に追い込まれ、1934年1月9日に公開された空の選考亭を最後に、満21歳で映画界を引退したとされる。しかしながら、1935年1月10日に、 公開された日活京都撮影賞作品、維新三賢史に出演した記録が残っている。その後、満州国にわたって飲食業の片笑い門公演を続け、戦争末期には父、政治も公演に加わったが、間もなく終戦を迎える。ところが、1946年6月17日、引き上げの途中に、父、政治が死去。一方、弟、 和ズ氏は出生中であったが、無事に帰還し、後に京戦の制作に携わった。第二次世界大戦後、東映京都撮影所を中心に映画界に復帰している。満47歳となった1959年7月14日に公開された。1966年4月には、プロダクション高が制作した成人映画、女体標本に、新派の若浦いとこ、 岡島津也子らベテラン女優と共に出演している。満55歳となった1968年9月3日に公開されたイカサマ爆撃に出演したのが記録に残る最後の作品である。その9年後、満64歳となった1977年1月、1930年2月28日に公開された祇園日傘第話。 前の袖のフィルムが発見され、京都府フィルムライブラリーにより、京都府立文化芸術会館で上映された際、菅は金森と共に出席して、当時の思い出を語り、話題になった。その3年後、満67歳となった1980年12月31日に、発行された日本映画俳優全集、女優編の津賀の校には、存命人物として、 京都府京都市右京区、谷口炎上寺町の連絡先が示されているが、すでに引退しており、以降の消息は不明である。没年不詳。金、金。時代編、恋を背負う男を同時上映した、桜川記念までの1926年公開時のポスター。いずれの作品にも、津賀の名が確認できる。疑音上は春雨宗氏。 千代香織の巻撮影時のオフショット、左奥の白い帽子の少女がツガ、その右が当時俳優の巻の忠しただ、そのすぐ前が助監督の感加紅葉、手前が監督の金森番章。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。 同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。サイレント映画である。すべて制作は、東亜キネマ公用撮影所、配給は、東亜キネマ、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、マキノプロダクション五室撮影所、配給は、 キのプロダクション、すべてサイレント映画である。すべて制作、配給は、東勝映画、すべてサイレント映画である。すべて制作、配給は、宝塚キネマ工業、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、東映京都撮影所、配給は、東映、すべてトーキーである。ありがとうございます。